あ、ミスタイムさん、そして動画をご覧の皆様、メタボ47、速稼塾の久保でございます。私はね、減量に失敗しました。今日体重測ったら 85.5 キロありましたね。昨日は 86.1 キロでした。これね、一時期は39キロ台まで行ったんですけども、これなんででしょうか、なんででしょうかの前に私はね、答えがだんだん分かってきました。一つはですね、プロテインですね。マイプロテインでプロテインを発注した後、なんか嬉しくってね、結構飲んじゃったんですよ。プロテインも飲みすぎるとやっぱり良くないのかなと思いました。だいたいね、プロテイン粉のやつね、ホワイトプロテインってやつですか、バナナなんとか味ってやつが美味しくって、だいたい2リットルぐらい1日で飲んじゃったのかなと思いますよね。いや、もうちょっとね、運動量と調整しながらやった方が良かったかなと思います。そして2つ目の失敗の原因ですけども、炭水化物を取らなすぎたのかなと思います。やっぱり炭水化物は適度に取らないと、そのエネルギーに変換してくれないんですよね。ちょっと細かい説明を忘れましたけども、だから炭水化物を一切抜いてしまうとアウトで、どちらかというとちょっと取り入れた方がいいみたいですね。そして3つ目は運動量の調整です。食べる量と運動量のバランスがやっぱりおかしかったと思います。プランクはね、順調にできたんですけども、その分他の運動が削れてしまったような気がしてね、やっぱトータルできちんと運動して、その運動に見合った食事量とタンパク質量、そして炭水化物量を取っていかないといけないのかなと思いました。まだ修正可能なんでね、やっぱりこう頑張っていかないといけないなと。で、夏場なんで1キロ2キロの誤差っていうのは結構出るんでね、83キロ台って言ってもやっぱりそれはね、潜在的に85キロに1日とか2日でなってしまう可能性をはらんでいるんだろうなというふうに思わなければなりませんね。夏場っていうのは水分量、摂取量も多いですし、水が抜ける量も多いんで、こう上下がね、やっぱり1キロとか2キロとかするんだろうなというふうに、やっぱ改めて覚悟しております。それではまた引き続きよろしくお願いします。